そろそろ生放送の本番なのに真っ白どこ行ったんだろう。うわびっくりした。ああいた真っ白、どこ行ってたんだ。どうしても聞きたい。聞きたい。じゃああそこ行ってきて。あそこってトイレ？そう。俺したくないけど。いいから一回りしてきて。わかった。何なんだよ本番前に。しかも今そういう季節じゃないだろう。せめて夏にしろ夏に。真っ白トイレ見てきた。ここなんだか暗いな。どっか電球が切れてるのかも。その君さん、ちょっとそのままそこにいてくれる？俺まずトイレ行ってくるから。うん。絶対動くなよ。絶対だからな。わかった。そんなに行きたかったのかなトイレ。でもよかった、真城がいてくれて。つぐみとトキはさっき帰っちゃったし、ひばりがいなくてちょっと寂しいけど。ああ疲れた。おかえり。すっきりした？おかげさまで。つうか君大丈夫なの？何が？左の肩のあたり重くない？肩？別に。鈍いといろいろ楽だよね。うん、よく言われる。だからって押し付けたやつほっとくのもなんだし、おお当たった。何それ？ん？携帯用お清めの塩。お清め？ちょっと待ってな。これ、はいおしまい。あーびっくりした、ディグプロの中で見たの初めてだわ俺。見た？そのトイレにいるはずのないお客さんがね。客？そう。君時々見えたりしない？何が？いや、まあ困ってないならいいんだけどさ。よくわかんないけど心配してくれてありがとう。はあ、年の初めからこんなんで、なんか今年も予想できねえようなことが起こりそうってことで。そろそろ。うん、そうだな、始めよう。ディグプロチャンネルスタート。